こんばんは、古川です。今日はですね、質問コーナーということでやっていきたいと思っております。ちょっと前にね、同じような質問コーナー設けて、大体10件ぐらいだったかな、質問いただいてペラペラと答えさせてもらったんですけど、今回はなんとね、30件ぐらい、質問いただいて、ありがとうございます。多分1回で収まりきらないかと思うので、もしかしたらね、前編後編に分かれてるかと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。ではまずいきますね。1日のタイムスケジュール知りたいです。これは僕、お見せしてる時と今とで全然タイムスケジュールが違って、普段の、ね、営業っていうのがないので、レッスンと仕入れをメインに、ぐるぐる回転してる感じになってます。なので、それをメインに考えさせてもらうと、まず仕入れですよね。仕入れがだいたい僕3時半ぐらいに市場に行くんですけどね、もう2時半ぐらいに出ないといけないんですよ。で、2時半に起きる気がしなくてなので、もう寝ずに行ってます。そこから仕入れして、帰ってきて水揚げして、それがだいたい7時ぐらいかな、7時か8時とかそんなんなって、そこからちょっとお昼前まで仮眠して、その日に出さないといけない仕事とかレッスン準備とかして、あとはその空いてる時間にまた仮眠してとかしてます。そんな感じのサイクルですかね。で、レッスンある日はレッスンだし、今はレッスンもない時、全くないのが3日ぐらい続いたら、もうこの YouTube とかの時間に当ててます。はい、じゃあ次は、子育てと仕事との両立はどのようにしてきましたか。あんまり僕こういう話はほぼしてないんですけど、子育てと仕事の両立はできてません。僕の両親と一緒に住んでて、同居してて、で、小さい頃から子供が小さい頃から割と面倒を見てくれてたので、ほとんど任せきりみたいな、そんなことない。ご飯も作ってますし、会話もありますし、じいちゃんばあちゃんが見てくれてたっていう感じなので、すいません、両立はできてないと自覚してます。はい、次は、写真の撮り方、画像編集について教えてください。これは僕は写真の撮り方も、この今、動画の撮影もなんですけど、ほぼ独学なんですよね。なので、もうネットで検索して本を見たりとか、そういうの、例えば YouTube とかで調べたりとか、そういうので全部独学でやってるんで、本当に参考になるか分かんないですけど、写真の撮り方っていう部分で言うと、僕写真、お花の写真を撮るっていうレッスンをちょっとやってたことがあるんですけど、大事にしてたのは、構図ですよね。で、よく初めって明るさとかにこだわったりとかして、暗いなとかあると思うんですけど、一番大事なのは僕構図と思ってて、で、暗かっても暗かったなりに構図が良かったら、雰囲気、アンティークな雰囲気に見えたりとかするので、一応僕は言えることとしては、カメラのファインダー越しにファインダー覗いたら、縦だったらこう、横だったらこんな感じであると思うんですけども、それを、9分割で考えて、9分割投法っていうんですかね、で、中心にお花を持ってくるんじゃなくて、ちょっとこう端っこに合わせて、風景を一緒に撮る、奥行きを持たせるためにっていうので、あまり中心にお花を置かないっていうことと、光の、明るさじゃなくて光源を一つに絞る。外の光と中の光がごっちゃになったりとか、蛍光灯と、白熱灯がごっちゃになったりとかすると、すごい変な色になるので、光源を一つに絞るっていうのをやってもらった方がいいかなと思います。あとは、見えたくないものが映るっていうのがきっとあると思うんですけど、その時はね、こういうなんか布とかを後ろに貼ったりすると、便利かと思うんで、布とかを、大きい布とかが部屋にあったら、嫌なものを隠せたりするので、
よかったら参考にしてください。で、画像編集なんですけども、これは僕も iPad とかパソコンでやってるんですけど、Adobe の、Lightroom っていうのを使ってます。うん、それ もう独学でちょっとなんとなく覚えたっていう感じなんで、触るところは大体分かってきてるんで、うん、まあまあ、そのライトルームとか、フォトショップとかだと、割と本当に切り抜きとか、ちょっともう僕もやったことないんで分かんないんですけど、もうちょっと高度なことすると思うんですけど、ライトルームは割ともう本当にこう、暗いところを明るくしたりとかっていうので、一旦それで編集はしてます。次は、花に対する原動力は何ですか？これはね、もう好きやからとしか言いようがないんじゃないかな。これ多分お花屋さんみんなそうだと思うんですけど、まあ、花って割と音楽とか、僕はあんま見ないですけど絵とか、なんかこう、脳で考えなくてももう感覚でわーってなるじゃないですか。多分そういうのが植物にはあるから、うん、本能的なものだと思います。はい。次は、YouTube でお料理の動画とか見たいんですけど、今後予定あったりしますか？はい、これはね、前も言われたんですけれども、うん、やろうとは思ってます。まず一つが、まあ、僕はね、これでも一応プロなので、家の調理システムだったら、僕の思うようなものが作れないことがあったりするんですよ。まあ、火力の問題だったりとか、調理器具の問題だったりとか、うん、っていうので、なんか伸ばしにしてるんですけれども、お店ができたら、まあ、割とちゃんと設備も整ってるんで、そこでやれたらいいかなと思ってます。この動画でやるか、ちょっとね、料理と花で分けて、まあ、お花のチャンネルを、料理のチャンネルを作るか、ちょっと分かんないんですけど、うん、ちょっと、もうちょっとお待ちください。たまにやるかもしれないんですけど、はい、次は、年間通してよく飾りってありますか？そもそもが年間入るかっていうことやと思うんですよ。で、可愛いなって思うもの、例えば今だったらね、春の球根、チューリップとか、ラナンキュラスとかも可愛いし、ずっと使いたいなって思うものもあったりするけど、結局生もの、植物なので入る入らないっていうことを含めると、僕はスターチスかなと思います。まあ、スターチスが一番好きかっていうと、好きなものはたくさんあるんですけど、まあ、さっきみたいな理由もありまして、結構年間通して割と入って、かつドライになってっていうので、色もたくさん出てきたし、割とまあスターチスかなと思います。はい、次は一番気になるあの子について話してください。これ何か、何でしょうね。あの子が分からないんですけど、猫まあ、僕が大好きな猫いる、何匹かいるうちにすごい可愛い猫がいて、まあ、ここにドンと降りてきたりする子なんですけど、その子のことなのか、人間のことなのか分かんないんですけど、好きな子がいますかってことですかね。人間だったら気になる、あの子はいません。すいません。はい。はい。じゃあ次いきますね。カチャという店名誕生までのお話を聞かせてほしいです。すんなり決まりましたか？決まるときはすんなり決めました。いつお見せできるか分かんないって思ったんで、もうちょっとこう自分のこう、なんて言うんだろう。いざもうちょっとこう、頭の中で、こう実感が湧いてきたら言葉が浮かんでくるかなと思ったんで、ちょっとしばらくはね、考えてるような考えてないような時期があって、で、でもまあもうそうも言ってられないし、やっぱり野望ってすごい大事なものなので、ある時期に、考え始めて、僕が一番大事にしてるものって何だろうっていうので、まあ、一番まあ初心に戻ると、花カフェと思うと、まあ、花と紅茶で、カチャって、まあ、カチャって言うんですけど、そこはなんか、割と考え始めたらポンと出てきました。はい。で、僕名前決めるのは割と好きな方で、で大事にしてるのはなんか響きとか思いもそうですけど、思いが入りすぎるとすごいこうなんか複雑な名前になったりするんで、なんかこう字体とか
もうフィーリング的なものですね。その読み方の、うん、響きとかがすごい大事なので、ちょっとその辺を重視して考えました、自分のお花のスタイルを確立するのに役立つ勉強法はありますか？これはね、どうなんだろう、何もないとこから生み出すってよっぽどの天才じゃないと難しいと思うんですよ、なので例えば自分が好きなフローリストさんがいたりとか、インスタグラムとかですごい気に入った写真ばっかりを集めたりとかして、でもし手元にお花が揃うんであればそれを真似して作ってもらってっていうのを繰り返していくと、この人のすごい好きだけどやっぱり私はこの色のバラはなんか自分はやっぱり好きじゃない、デザインは好きだけどこのバラはあんまり好きじゃないって何かそういうのが芽生え始めた時が自分のスタイルの確立の第一歩だと思うんですね。なので自分が好きなフローリストさんであるとかその写真とかをたくさん集めてそれを真似たりとかして、それを何年も続けていく、続けていくうちにだんだん自分の中で使う使わないっていうのが出てきて、ちょっとずつその本来真似してたものとちょっとずつ離れていくっていう流れになっていくのかなと思います。頑張ってください。はい、コロナが落ち着いたら行きたいところ、したいことはありますか？僕あんまりまあそんなにね旅行行きたいとかそういうの欲があんまりないんですけれども、行けるんであれば、まあ、生産者さんとかお花屋さんとか知ってるけどお会いしたことない人とか、そういう人たちがいるんで、そういう人たちのところにまあぜひいつか会いに行ったりしたいなとは思ってます。で、まあちょっとそれの延長上かな、イタリアのアレックス・カンビっていうか、有名なフローリストさんがいて、僕去年か一昨年かな、市場でお会いしてちょっとなんか気に入ってもらって、ちょっとなんかお話ししたりとかしたんですよ。もうイタリア人なんですけどね。いやもう僕よりももう本当に上の遥か雲の上のような人になんか割と気に入ってもらって、はい、そういうことなのかなと思うんですけど、はい、でも本当にインスタグラムとか見たらすごい綺麗なものを作ってあるんで、まあぜひいつか行きたいなとは思ってます。したいことは、そうだな、まあ、したいことも、まあ、それに含むんですかね。あと、まあ、レッスンがね、対面できなかったりとかしてるんで、まあ、個人的に何かしたいっていうことは、もしかしたらちょっと、やっぱり仕事が、まあ、好きなんで、仕事に兼ねたことで、やっぱちょっと考えてしまうんですけど、まあ、そういうことかなと思います。はい。で、年齢不詳で気になってしまいました。先生は一体おいくつですか？お花はいつ頃から始めたのですか？この僕のことこの画面越しでしか見たことがない人はそう思ってしまうかもしれないんですけど、会ったら多分なんとなくわかります。まあ、肌のクオリティとかで今だから43ですね。43で今年は44になるのかな。あったらすぐなるほどな年齢だなと思うと思います。でお花始めたのはちょうど24なんで、ちょうど20年ぐらい前ですかね。で僕その間で6年調理師の方に行ってるから、お花の経験的には20年のうちの14年っていう感じになってます。はい。お仕事以外で好きなことやハマっていることはありますか？まあ、趣味とかはあんまり、もう趣味と僕は仕事が一緒くたなので、自分が気に入ったなと思った、例えば音楽が気に入ったなとか自分が気に入った雑貨だったなとかあったら全部もう店に使いたいな、職場に持っていくっていうよりはなんか自分がいいなって思うものを誰かに見てもらいたいなみたいな感覚でやってるんで、はい。家に飾る普段使いのお花は何種類くらいにした方がまとまりやすいとかありますか？
まあ、これはアレンジとかブーケを作る時と一緒の感覚だと思うんで、たくさん種類が入ってるブーケも可愛いと思いますし、結構シンプルに3種類4種類で作ったブーケも可愛いかなと思うので、なかなかちょっと難しい質問かなと思うんですけれども、最低は3種類ぐらいあった方がいいかなと思います、うん、上に上限はそんなにないし、多分飾り方とかでいくら置いても全然綺麗だと思うんですけども、例えば1種類のものチューリップ10本トンって入れても別に可愛いと思いますし、まあ、ただそのコーディネート的な感じで言うんだったら、まあ、3種類ぐらいあったら動きが出るかなとは思います。行きたい国、場所、見たいものは何ですか？まあ、さっき言ったね、イタリアは行ってみたいなと思ってるんですけども、僕姉がハンガリーに住んでまして、別にハンガリー人と結婚したとかじゃなくて、旦那さんも日本人なんですけれども、まあ、旦那さんの仕事の関係でハンガリーに住んでいるので、うん、まあ、行けるとしたら、まあ、そのイタリアとかハンガリーとかヨーロッパは行けるなら、まあ、いつか行きたいなとは思ってます。好きな本は何ですか？そんなにたくさん本読む方じゃなくて、ダメなんですけど、今まで読んだ中で何回も読んだりとかしてるのは、岩井俊二さんの、ウォーレスの人魚っていう小説が、はい、すごい好きで何回も読みました。すごいなんかもう、そう、世界観がすごい頭の中でふわって湧いて、初めて読んだ時のすごい感動が今もずっとあるん で、はい、で岩井俊二さんは僕らの好きなね、スワローテイルとかも作ってられる監督なので、はい、まあ、それも合わせてその本はすごい好きです。はい、じゃあもうちょっとだけいきますね。好きなお漬物ベスト3は何ですか？すごい質問でした。ベスト3っていうほどちょっと順位はつけにくいんですけど、みょうがの甘酢漬けと、青菜、水菜とかなんかそういうのを塩漬けにしたもの、ぬか漬けも結構好きですね。他の調理してる時にぬか漬け当番やったんで、ぬか漬けは自分で、まあ、割と毎日漬けてたんで、うん、なんか楽しかったですね。食べるのも楽しいんですけど、分量が決まってないので、まあ、その時のなきゅうりの太さとか水分の多さとかでなかなかねうまく作らなかったりとかして、なんかそういうのと向き合ってるっていう意味も含めて、ぬか漬けは好きでした。はい、動画を室内で撮っているときは自撮りだと思うのですが、外での撮影のときは誰が撮っていたのですか？僕の元スタッフの子がそのまま新しいお店に来てくれるんですけども、その子たちが、2人いて、うん、ちょっと時間空いてる子を誘って撮ってってお願いして撮ってもらってます。お花屋さんで働くのって大変だなと思うのですが、何が一番大変ですか？仕入れですね。はい、仕入れがやっぱり結構肝なのと、まあ、さっきも言った通り、もう睡眠時間がもう恐ろしいことになるので、ぐちゃぐちゃになるっていうんですね。はい、頭も使うし、すごい、ね、眠たいけど神経を研ぎ澄ませながらいいお花を選ぶっていう、しんどいっていう意味じゃなくてね、大変っていう意味で、はい、手が小さいのですぐにブーケを持つのが辛くなってしまいます。もう置物を作りたいのであれば、一旦くくってそっからもう一回持つっていう方法とかもなくはないんですけれども、この方がお花屋さんでどうしても組まないといけないっていうのか分かんないんであれですけども、一般的にやっぱり男性より女性の方が手が小さいであろうと思うので、テーブルの上に置きながら作るとかやってる人もいましたけど、その手の大きい人がやってるのと同じやり方でどうにかしようというのではなくて、まあ、そのさっき言ったね、テーブルの上にちょっと置きながらとか、紐を一旦結ぶとか、なんかそういう違う方法を、考えるのが一番いいのかなと思います。はい、そしたら今回はあと2つだけいきます。京都市内のレッスンはなくなったのですか？3月には行こうと思ってます。あんまりたくさん発表してないんでちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、たまに発表してます。京都の、
はい、京都市内で、はい、してますので、インスタグラム見といてください。また発表します。カメラマンは誰ですか？ノブさんかと思っていましたが違いますか？これはね、ちょっともう知ってる人じゃないとわからないネタなんでね、知らない人はふんで聞いといてもらえたらいいんですけど、野口も撮ってくれてますし、工藤も撮ってくれてます。はい、またそのうち出てくるかと思います。そしたら、ちょっとやっぱり分けることにします。これでだいたい40分近く僕は撮ってるんですね。ここから編集したら多分15分とかになると思うんですけど、舌も回らなくなってくると同じ画像ばっかりだとちょっと飽きてくると思うんで、一旦今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、では続きもお楽しみにください。では。